はい、こんにちは。昨日はね、ニコニコ超会議で、ドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族バージョン 1.4 について情報がちょっと出ましたんでね。ドルボード高速移動できる、乗り物が実装されるということですね。バージョン 1.4 から。で、これ、燃料がいるみたいで、ドアチャッカーオイルではないらしいです。ドアチャッカーオイル先行投資。先物買いした人ちょっと残念かなっていう感じですけど、30分500ゴールドの燃料が必要みたいです。なんでそういう制限つけるかっていうのがちょっとよくわかんないんですよね。ファイナルファンタジー14の時も、アニマ?テレポするのに、アニマっていうのをいちいち消費してて、で、アニマっていうのは、リアル時間で回復する。ドラクエでいうとこの元気タイムですよね。もう意味がわかんない。そんなに縛り付けてどうすんのっていう。プレイヤーが快適に移動できるために実装するわけでしょ?なんでそれに燃料とか制限をつけるのかがよくわかんない。どこでね、ゲームを中断してもなんと酒場に登録できると。これは素晴らしい。私はずっと欲しいと思ってました。で、これをずっと言ってたのが堀井雄二さんだし、やっぱり堀井雄二さんですよ。堀井雄二さんがいないと成り立たないんですよ。堀井雄二さんとね、中村浩一さんは関わってないけどね、もう。やっぱすごいよね。特にこの Wii U ゲームパッドで遊ぶようになってからはそう思う。あともう一個。装備がね、A セット、B セットっていう登録ができて、それが瞬間的に変えられるらしい。戦闘中でも変えられる。今まで戦闘で装備変えるとワンターン消費してたんですが、それもないと。要するに、メタルスライム出たらすぐに爆裂剣に変えられると。そういうことですね。これ大丈夫なのっていう感じはします。1.4。いや、私は正直、この Wii U と同時発売で 2.0 が出るかなと思ってたんですよ。カリバの追加っていうのはないんで、大丈夫かなっていう 2.0 いつなのか知らないけど、1.4 はまあ、5月中旬にはやりたいっていうことみたいですね。恒例のレベルでございます。じゃーん、今これ、こんな感じ。ちょっとね、金作を最近頑張っているんで、レベルはちょっとあんま上がっておりません。バトルマスターだけ50超えてない。37。これはね、バトルマスターは、武器の結晶化が早くて、めちゃめちゃ稼げるんで、あえて弱い敵と戦って、レベルを上げないようにしてます。で、私のね、オルフェア2丁目の8番地、7番地、どっちだったか、あっちの方に、ね、最近ね、メグメタがいないという方が多いのですが、まあ、いますんで、頑張って捕まえてみてください。チームメンバーがもう M サイズの家、みんな買ってるんで、私も、買うかもしれない。っていうか買うと思う。ただもう、番地帳目っていうのはいいのないんで、まあ、適当にね、トゥーンタウンの適当な番地買うかも。そしたら、まあ、今の2丁目のところのね、看板に書きます。お引っ越ししましたって。そんで、サブキャラがあそこ持つと思います。はい。そんなわけで、ドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族、バージョン 1.4 の速報、ニコニコ超会議よりでした。バイバーイ!